ラオケ行く行く。女4人でカラオケか。それは言うな。彼氏欲しい。それも言うな。はい、私バツバツの新曲歌う。ダメ、それ私の。ずる。あの課題のプリントの提出は。翔子、なんか言ってなかった？聞こえない。ルリは聞こえたよね、親友だもん。やめてよ。確かに小さい頃は仲良かったけどさ、家が近所なだけだから。でも幼馴染をいじめるなんてルリちゃんひどい。いや、誰の真似だよ。いじめって人聞き悪いな。仕方してるだけじゃん。みんなだってしてるでしょ。同じことじゃん。っていうかキモくね、翔子っていつも独り言ばっか言ってるの。小さい頃からそうだよ。怖え、超怖え。まあまあ、あんな子の話はもういいじゃん。それよりほら、カラオケ行こう。翔子は暗くて小さい頃から変わり者で、一緒にいると私までいじめられるから、いつしかみんなと同じようにしかとするようになった。別にいじめとかそういうんじゃなくて、なんていうか、うちらの生きてくための暗黙のルールみたいな。みんなだってそうでしょ。あ、え、もう朝。スマホ、あれ、どこ、アラーム鳴った？今なん…じ！ああ、ママのバカ！なんで起こしてくれないの？あ、ん？あれ？ママ今日は仕事休みだって言ってなかったっけ？つーか、スマホ結局見つかんないし、やば！はい。ときめいてる場合じゃなくて、すいません、急いでたんで。じゃあ、あの子。セーフ。もう汗だく。聞いてよ、スマホがさ。ん？聞こえなかったかな。あっちゃん、おはよう。ねえねえ、知ってる？ねえ、ゆうか。なになに？やばー。え、あっちゃん。いや、それがさ、ゆうか。それでそれで、うち、なんで無視すんの？いや、マジマジマジなんだって。嘘。次のターゲットは私。はっ。超惨め。翔子にあんな目で見られるなんて。どうして？私なんか悪いことした？昨日のカラオケ、ううん、心当たりない。こういうのって前兆とかない。本人の知らないところでじわ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 進行して。ある日突然なんだ。大丈夫？